それでは経済学部行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら。まあ、10問あるんですが、で、これ全部やってるとですね、まあ、時間が長くなってしまって、皆さんご覧いただけないので、問の1番から問の6番まで行ってみたいと思います。ということで一緒に頑張りましょう。すみません、第1段落でございます。ここは設問絡まないので、一読だけお願いいたします。すみません、続いて第2段落でございます。この空所1番ですからね、こちら問の1番の検討をお願いします。すみません、これ空所の右側、ざっと説がございますので、それをヒントにもう直で答え選んだ方いらっしゃるかと思います。そうです。皆さんご存知かと思いますが、後ろざっと説を取ると、皆さんこの空所のところの動詞、言うとか思うという動詞になることが非常に多かったですよね。で、皆さん選択肢の中に言うに意味が近いものはありますよね。だから皆さんこれ空所の左側、皆さん other、他のと言っておりますので、皆さんこれをヒントにした方もいらっしゃるかと思います。で、もちろん他の宗教とおりますので、皆さんこの一番初っ端ですよね。で、皆さんこの宗教に対して他の宗教にも点々と。で、皆さんこの1行目読んでいくと、おお、ざっと説があるじゃないか。ですから、皆さんこの agreed。これの皆さん言い換えが選べるはずですよね。で、もちろん agree と言われたら同意する。そうです。ざっと以下のことを言って同意するんですからね。ですから、やはり言うという表現バッチリ。で、それで皆さん選択肢の1番、契約する。で、選択肢の2番すっ飛ばして3番禁止する。で、4番は拒絶する。で、皆さん選択肢の2番 proclaim。宣言するという意味が分からなくて、皆さんこのクレームでいけそうですね。そうです。クレームと言われたら主張する。言うという表現でございますので、正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。空欄2番、ここにありますからね。問いの2番の検討をお願いします。さあ皆さん、これ空所の左側、皆さん結婚とはどういうことなのか。で、皆さん、ヒントはあるのかということなんですが、同じ段落の中で皆さん結婚の話をしているのは皆さん直前で言うと皆さんこのあたりですよね。ですからこの文章を読んでみると、まずは義分、与えられるものって書いてますよね。で、皆さんその与えられるものを言い換えたらどうなるのか。すいません、画面の右側にペンを置いてみました。まあこれが結婚だと思ってくださいね。で、こういうペンを与えられる。そうです、視聴者の皆さん。皆さんにこのペンが与えられるということは、皆さんから取ってみればどういうふうに考えられるのか。そうです。与えられたら皆さんはこれを受け取りますよね。そうです。人はこのペンを受け取るんですね。そうすると皆さん選択肢。人が受け取る。そういうことを言ってる選択肢、一つだけありますよね。そうです。選択肢の2番の people earn。皆さん earn と言われたら皆さん稼ぐ。まあお金を稼ぐ。そしてそういうお金を得るということですよね。そうです。手に入れる。受け取るということでございます。ですから皆さん、この義分の言い換え可能なものと言われたら、2番が正解ということでよろしいかと思います。それでは続いての段落でございます。皆さん、ここに空所がありますが、これ皆さん、並び替え問題ですからね。ですから、この段落のこの前半部分は直接的に皆さん、この問題に影響はないので、一読だけお願いいたします。で、皆さん、ちょっと画面を下にずらしますね。それでは選択肢全部見えました。こちらで検討をお願いします。すみません、解説はこの後ホワイトボードでいたしますね。すみません、並び替え問題行ってみたいと思います。まずは先頭をご覧くださいね。で、promoting 点点点 marriages。こういう感じで皆さん、文頭に出てきた名詞は主語と判断していただいて OK ですからね。特に並び替え問題ではそうです。ですから、後ろは動詞を置きましょう。で、皆さん、選択肢この下に書いてあるんですが、動詞と言われたら、毎週選択肢の7番、undermined、これかなと思うんですが、これ皆さんパッと入れてしまうと、実は時制は過去時制。で、過去時制でいいのかなと思って皆さん直前の文章を見ていただけますと、もう皆さんこの concludes のところでわかりますよね。現在時制でございます。それで皆さんこの undermined、これをそのまま置くわけにはいかないですね。ですから皆さん選択肢一部のはずをうまいこと使っていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんこれだったら現在時制で統一できますよね。例えば皆さん動詞出てきましたので、やっぱり自動詞なのか他動詞なのか。まあ、undermined の仮に意味がわからなくてもですね。一か八かで決めるんであれば、他動詞。皆さんご存知かと思いますが、他動詞の方が圧倒的に自動詞よりも多いですからね。で、ちなみにアンダーマインドですから、皆さん、衰えさせる。もしくは、傷つけるでございますので、何をって感じで、やっぱり他動詞です。ですから、後ろに目的は必要ですよね。で、何を奥にしても皆さん、SVO。これで皆さん、第三文型完結。ということで皆さん、後ろは M。で、皆さん、M っていうのは就職後のことですからね。文型に関係ない部分を M と呼びました。あと皆さん、文末に目をやっていただきますと、スカンジナビアという名詞はいますね。で、皆さん、お気づきかと思いますが、M の中で名詞をそのままほったらかすわけにはいかないので、
当然左側に前置詞がいりますよね。で、皆さん前置詞プラス名詞で M。で、皆さん選択肢前置詞が皆さん2つございますが、皆さんこれどっちかはすぐに決まりますね。まあもちろんこの場所だってところから判断していただいてもよろしいでしょうし、皆さんこの設語の該当箇所の直前の文章中にですね、前置詞 in がくっついているのがわかります。ですから、該当箇所の直前直後をヒントにすると。皆さんそういった形容はヒントを投げてくれますからね。さあ、皆さん真ん中の部分でございます。目的語どうしましょうですね。ま、可能性があるのは名詞でございますので、選択肢の3番と4番どっちか。で、皆さんどっちか分からなければ入れてみればいいんですよね。で、皆さんちょっとそろそろオレンジ限界でございますので、色分けさせてくださいね。で、皆さんこの青色のところをご覧ください。先ほど皆さんここでやったことと同じことをしますからね。そうです。M の中で名詞があれば、左側に前置詞が必要。ですから同じように M の中で名詞を見たら、左側に前置詞が必要。で、残ってる選択肢の中で前置と言われたらもうオブしかないですからね。ですから、こんな感じで置いときます。で、あと皆さん、上がいいのか、下がいいのか。まあ、もちろん意味内容を考えていただけると一発ですね。もちろん、上が良さげ。皆さん、これらが結婚の制度。で、下は制度の結婚。まあ、制度は結婚しなさそうですね。ですから、上の方が良さげ。で、あと皆さん、ザーだけ残っております。で、もちろん、インスティテューションの左側にザーをつけるのか。もしくは、マリッジの左側にザーをつけるのか。もちろんそのヒントもこの直前の文章ですね。おそらく皆さん気づいていらっしゃるかもしれませんが、皆さん、形容はこうやってヒントをくれるんですね。そうです。この筆者、marriage を監視なしで使っております。ですから、それに合わせれば OK。marriage には座はいらない。ですから、institution の左側に座を置けば OK。という感じで皆さん正解が出ました。で、改めて皆さん色分けをしたのは、皆さん、置いていく順番を確認していただきたいためでございます。皆さん、見直しをする際に参考にしていただきたいのは、まず、第1段階で考えたことはオレンジ。で、第2段階で考えたことは青。で、第3段階で考えたことは緑。この順番で考えたというふうに考えていただけるとよろしいかと思います。ということで、皆さん参考なさってくださいね。さあ、皆さん、続いての段落でございます。皆さん、実際に設問はこのくらい4番からこの下になっております。ですね。ちょっと皆さん画面の都合上、まずこの段落の1行目から4行目までですね。そこだけで構いませんので、一読だけお願いいたします。で、皆さん、この後画面を少しずらしますね。さあ、皆さん、まずはこの4、5、6の設問の指示の一読だけお願いいたします。さあ、皆さん、選択肢この5つでございます。で、まずはこの空所4番ですね。そちらの検討からお願いします。それではこれ空所4番の左側でございますが、研究。で、なお、かつめさん、furthermore、さらにと言ってくれてるのがヒントですよね。ですから、この research の左側に、皆さん、もう一つ研究があるはず。で、皆さん、そうすると皆さん、この several studies、皆さん、ここと対応させましたよね。ですが、ここの研究が調査に言い換えられておりますので、ここの show の言い換えが空欄4番になるはずですね。ですから、選択肢の中から示す。で、なおかつ皆さん、主語に調査をとってもおかしくないもの。と言われて、皆さん、suggested ですよね。示す。ですから、まずは、空所4番の正解は5番ということで、よろしいかと思います。それでは、続いて、空所5番の検討をお願いいたします。それでは、空所5番の左側には、found that。まあ、わかったと書いてますね。で、おそらく皆さん、その左側の主語の人物。その人たちが研究をした結果、こういうことが分かりました。で、皆さん見ての通り、皆さんこういう人たちの 25% と言ってますね。で、その方たちが皆さん同性愛としての関係性、それを結んだということが分かったわけです。となってくると皆さん、この人たちは調査に協力した人たちですよね。つまり被験者。ですからそういう調査対象になっていると考えたら皆さん選択肢はあれで一発ですね。ですから正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、今度は空欄6番なんですが、今見えてる段落で解こうと思ったら解けるんですが、これ画面のこの上の方ですね。ごめんなさい、先ほどあった第2段落の本文でございます。で、その第2段落のこの後半の一部ですね。これは間接的にヒントになってくるかと思いますので、このあたりを参考にしながら空欄6番、検討をお願いします。で、皆さん、これ空所の右は同性婚ですよね。で、皆さん、残ってる選択肢3つでございますので、まあ、あれだろうというふうに推測はできるかと思います。で、皆さん、その同性婚が、皆さん、この第2段落のこのあたりでございます。すでに出てきてるんですね。で、皆さん、そこを読むと、皆さん、legalized。で、選択肢の3番にも legalized。もうこれで一発ですよね。ですから、正解は3番ということで、よろしいかと思います。